こんにちは、ヨッシーです。本日はですね、本日もですね、リクエストをいただきまして、それについてお答えするという形でいきたいと思います。値段別のテックファッションの合わせ方についてご質問いただきました。質問していただいた方ありがとうございます。こちらについてなんですけども、値段別でということで、まあいくらっていうことはおっしゃってなかったんですけど、まあ自分的に感覚的にということで、低価格帯、中価格帯、高価格帯っていう風になるのかなと思うんですよ。で、今回ですね、低価格帯と中価格帯だけでいきたいと思います。なぜかというと、高価格帯買ってる人ってもうすでにこだわり半端ないから、ね、言わなくていいよねっていうところがあるんで、まあこれからですね、テックファッションとかやろうかなとか、ちょっと系統を変えようかなとかですね、まあいきなりこう高いの買うのもなんだから、じわじわ行こうかなっていう方にとって、この動画がもし助けになれば幸いでございます。はい、ということで、以前にもですね、テックファッション入門編とかっていう感じで僕は動画を上げたことがあるんですけれども、まあ、そちらではですね、ユニクロの、ブロックテックパーカーと、ドライ EX アンクルパンツだったかなっていうのを合わせています。今でもこの組み合わせすごくいいと思ってまして、ブロックテックパーカーに関してはサイズ感がちょっと僕的には小さめなんですよ。なので実際店舗で着てみた方がいいんですけど、実際の機能を考えるんであればジャストサイズがいいと思うんですけど、ブロックテックパーカーのあんまり良くない点っていうのが2点ほどありまして、ジップを開けた時にこのクタッとした感じがちょっとなんか貧弱なんですよね。この襟の立ち上がりがちょっと弱いっていうところですね。まあその襟の立ち上がりが弱いっていうのがもう一個の良くないとこかなって思ってるのが、こう全部締めた時にちょっとクタッてこうなるんですよ。まあその素材の個性なのでいい悪いではないんですけど、個人的な好みの問題です。でそちらがですね、開けた時のなんかこう決まんない感じっていうのを解消するために、ちょっとデカめに着た方がいいのかなと思ったんですよ。僕身長176センチで65キロぐらいなんですけど、XL サイズでまあちょい緩いかなぐらいです。なので、僕の身長と体重でちょい緩いかなぐらいが XL サイズですんで、皆さんのですね、体型とか体重とかによって、それをちょっとこう変化させて、ちょっと緩めに着るといいのかなと思いました。逆に、ドライ EX パンツ、アンクルパンツだったかなの方はジャストサイズでいくと、上が大きめ、下タイトめという綺麗なシルエットが出来上がるので、ちょっと上余裕あって、こうちょっとね、足がスーッとこうあってっていう感じで、そこからですね、靴に関しては低価格帯で提案してるんですけど、僕その時はですね、他オネオネの、ベイラーを履いていました。まあ、他の靴でも全然構わないんですけど、低価格帯とはいえ、靴とバッグはこだわった方がいいかなと、個人的には思ってます。なぜかというと、そこをファストとかにすると一気に安っぽくなるからなんですよ。やはりですね、足元を見るという言葉もあるように、別にナイキとかアディダスが高級というわけではないかもしれませんが、まだですね、もし僕が高校生だったりとか、まだねバイトとか、する前とかだったりはですね、お小遣いで対応しなきゃいけないじゃないですか。そんな時に全身買ってらんないと思うんですよね。どんぐらい今の学生がお小遣いもらってるか分かんないですけど、やっぱりバイトできればね、バイト代つぎ込んでなんか買うとかってやれると思うんですけど、そうもいかない方もいらっしゃると思いますんで、テックファッションやろうと思った時には、気軽にできるように、まずは、ユニクロのブロックテックパーカーとドライ EX のパンツから入って、でまあかなりきれいめだと思うんですよね。ただ、インナーとかに何て言うんだろう、プリント T シャツとか着ちゃうと一気に子供っぽくなって、他のアイテムも安っぽくなりますんで、もう真っ黒に統一するとかですね、そんな感じでいくといいのかなと思いました。で僕的には、ブロックテックパーカー着る、ドライ EX のパンツを履く、そして、なんかこう秋になったらこれいいなと思ったものが一つありまして、ザラの、アシンメトリックニットっていうやつがあるんですよ。でこれ
あのアームホール、アームサックっていうのかな、こうなんかこう指出すとこついてて、でちょっと着丈長めで結構バランス取りやすいのかなと思うんですよ。着丈長めのやつってスキニーとかサルエルにすごく合いますんで、あのそんな感じでですね、合わせるといいと思います。なのでこれが提案その1です。低価格帯の提案その1、まとめるとブロックテックパーカーと、アシンメザラの、あ、ユニクロのブロックテックパーカー、ザロのアシンメトリックニット、ユニクロのドライ EX に、靴は僕はナイキがいいのかなと思います。迷ったらベイパーマックスの真っ黒とかですね、あのかなり使い勝手のいいやつ買っておくと、いいのかなと思いました。もしくはサロモンの真っ黒のやつとかですね、その辺持っとくと、着回しが、結構効くんじゃないかなと思います。そして低価格帯の提案もう一個ですね、ユニクロとザラだけを使ってリック・オーウェンスっぽいコーディネートを作っちゃおうということで、あのちょっと思いついたんですよ。いきます。上はですね、ジャケットは感動ジャケットを着ます。感動ジャケットね、ありますよね、はい、ユニクロ行ったことある人だったらね知ってると思うんですけど、感動ジャケット、あれすっげえ腕回り気持ちいいんですよ。あの感動ジャケットを着てですね、先ほども言ったような、先ほども一個言ったんですけど、ザラのアシンメトリックニット、これを着ます。そしてパンツはですね、バギーカーゴパンツってやつがねザラにあるんですよ。でそれを履いて、で靴は、ソックススタイルハイカットシューズだったかな、なんかソックスハイカットシューズみたいな、でこれね、アーウェンスの格好まんまなんですよね、はい、ジャケット着て長めのカットソーにサルエルのカーゴみたいなのにソックスハイカットみたいな、うん、あのリックランナーだったかなと僕写真で見たんですよ。最近の写真でリック・オーウェンスがこう歩いてるところ、ファッションウィークの最中だと思うんですけど、その時にジャケット長めのカットソー、サルエルのカーゴ、リックランナーだったんですよね。これを、ファストで代用するとさっきのコーディネートになると思います。これねすごくいいと思うんですよ。ファストだけを使ったなんかコーディネートとかもね、これからちょっとやってみたいなと思うんですけど、まあね、買っちゃうとまあね、お金使うからあれなんですけど、まあちょっと一回企画じゃないですか、やってみたいなと思ってます。で、中価格帯ですね、中価格帯に関してはもう以前からも言ってるかもしれませんが、ナイキがかなり優秀です。ナイキ中価格帯、低価格帯は、今ですね、全身で15,000円、あ、そんなもんかな、2万、全身で2万円ぐらいだと思います、おそらく、はい、2万円以内で全身買えるっていうものです。中価格帯はですね、どんぐらいにしようかなと思ったんですけど、まあ、全身、まあ、のトップス、パンツ、靴までいって、でまあ靴にもよるんですけど、まあ5万で行こうかなと思います、はい。っていうことでですね、おすすめなのはナイキとライオットディビジョンとか、ロシアンテックウェアをちょっとこう挟んでいくっていうのが割とおすすめです。ナイキはですね、あのテックパックのシリーズもかなり使えるんですが、僕以前ですね、今季の、ナイキ ACG ですね、ラボじゃない方の ACG のカーゴパンツ、あれ結構使えると思うんですよ。この前見に行ったんですけど、あのサルエルでこうちょっとこう裾テーパードしてるやつだったんで、かなり使いやすいと思います。それを買うの、あれが2万円ぐらいだったんで、あれ買って、で上着はですね、ナイキのやつでもいいし、僕ライオットディビジョンのジャケット好きなんで、今ねライオットディビジョンセールやってますから、セールでまあ2万ぐらいで買えると思うんですよ、ジャケットも。もうですね、インナーは、ザラのアシンメトリックニットにちょっと活躍してもらうとしてですね、で靴はまあパンツで2万、トップで2万使っちゃって、こう、あ、そうですね、ちょっと5万ちょっと足出るんですけど、セールによくなったりするですね、ハラチグリップとか、僕の偏愛の靴なんですけど、あとはまあ、サロモンかホカとかですね、その辺のローカットのやつとかを持っておくといいのかなと思いました。でですね、今回ちょっと写真とか、喋ってるだけでちょっと伝わりにくいと思いましたんで、以前買った、ナイキラボ ACG の、カーゴパンツとライオットディビジョンの上着とっていう感じでちょっと、一例を示したいと思います。中価格帯の一例です。昨年のナイキ ACG、 ナイキラボ ACG のカーゴパンツが、自分の偏愛アイテムなので、それを紹介したいと思います。で、上着はライオットディビジョンのボンバージャケットで、靴はナイキの、ユーティリティの270ですね。
はい、いかがだったでしょうか。本日はですね、テックファッションを、価格別で、おすすめのコーディネートを説明するというような内容でした。意外とファストを使って雰囲気を出すことができると思います。特にユニクロなんかは品質もとってもいいですから、シンプルなテックファッションっぽい雰囲気はかなり出ると思います。かなり高額であるというふうに言われてしまって、ハードルが高い、ジャンルだと思われてしまうかもしれませんが、まずはですね、この辺のものを買ったり組み合わせたりしてみてですね、ちょっとね興味を持って、そこからまあ別に高いの買わなくてもいいと思うんですよ。無理にね買う必要ないですから。であとはそのちょっと雰囲気出やすい服とかちょっと自分なりに探してみてですね、僕がリメイクで作ってる、サイバーパンクカーゴっていうのが、自分のオンラインにあるんですけど、あれはまさしくテックファッション入門編というか、これから始めたい方に、すごく雰囲気が出やすいかなと思って作ってるものでもあります。なんかスターターズキットじゃないですけど、そうじゃない人にも全然おすすめなんですけど、まずはあんな感じどうかなっていう提案を自分なりにしてるんですよ。なのでなのでってわけじゃないですけど、ファストを使ってもいいし、なんか違うものを使ってもいいしっていう感じで、まずは一式揃えてみるとちょっとテンション上がると思います。靴サボんない方がいいと思います、僕的には。なのでちゃんとねお小遣い貯めたりして、若い方は買ってですね、大人は一発で全部買うと、ね、大人ですから、そんな感じでいいのかなと思いました。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram もやっております。そちらもぜひフォローよろしくお願いいたします。今回もですね、リクエストいただいて、こういうふうに、やっております。皆さん何かありましたら、こういうことについて話してほしいとかですね、ご要望がありましたら、コメントいただけると非常に嬉しいです。どうも。